はいどうも、楽しいおしいご飯の時間ですよ。今日はね、これです。豪華にダブルステーキ重弁当いただきます。ダブルステーキ弁当かな。おお、美味しいね。豆腐も美味しい。いいですね。このステーキも。すごいちゃんと。もう。わさびだ。うん。おお。すごいちゃんと肉の味する。うん。まあステーキですから当たり前といえば当たり前なんですけど、でも合成肉でしょ。うん。さすがにステーキの方は同じ大きさ、同じ味にするためにぐちゃぐちゃにして、また綺麗な形を作り出していると思うけども、美味しいですよ。この食感も、うん、美味しいね。で、今日もチキンボックスありますから。ただ今日のおいしい。仕上がりすごいです。今日のチキンボックス仕上がりすごいです。日によってボリュームが違うから、この間のは蓋が閉まらないほどね、入ったんですけど、今日のは若干余裕がある。でもまあ揚げ具合で言ったら今日のはすごいいいんじゃないですか。今も3時ぐらいですけど、うん、お客さんが続々と入ってましたね。続々と。うん。久しぶりにステーキ食べたけど美味しいね、やっぱね。我慢できなくて買っちゃったけどさ、よく考えたらこれすごい高価なご飯ですよ。1500、あー今の美味しい。まあ、あージューシー。1500円ぐらいですかしてますからね。わさびも美味しいわ。かは。いやー、このわさび美味しい。あ、で、そうだ。聞いたんです。今日。の見魚のフライとか単品でそれだけ頼ましてもらえないですか、売ってもらうことできないですかって言ったら、いやごめんなさいって。ちょうど店長さんだったんですね、素敵な女性が、あごめんなさいって言ってました。できない、やってませんって言ってました。
残念です。まあでも白身魚のフライが単品で売っていたら、もし僕は今日このセットを食べなかったでしょうから、まあある意味よかったっていうことになるわけです。今1台トラックが品物を下ろして品物を積んで出てきましたね。美味しかったです。ごちそうさまでした。